はい、そしてラジオの始まったの始まるよ。ピコッコー、はい、今週も始まりました。幻 FM パーソナリティは私、焼き鳥バンドのシェフ赤嶺、そしてひよこ、焼き鳥バンドのひよこのお二人でパーソナリティやります。ふふこの番組はフォートレスアーツスタジオの提供でお送りしております。幻 FM は毎回ゲストをお呼びして、そのゲストの魅力を最大限に引き出し、皆様の笑顔を作る番組でございます。どうだいひよこ、最近なんか面白いことあったんだって？ひよこ今パチパチに夢中、見て上手にパチパチ、まあ、見てじゃない、ラジオだから見てじゃない、聞いてだよ。聞いてパチ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 、拍手上手でしょ。あ、拍手上手になったんだね。ひよこね、最近ね、あれ好き、チャミスルにハマりそう。おいしい、ね、飲んだことある？うん、僕好きですよ。まだ入ってこないの。ゲストはまだ紹介してないから、まだ入ってこないの。天の声が聞こえた。もうボリューム下げたよ、もう。ゲストの遠くで喋っといても。チャミスルね。チャミスル。おいしいよね。名前も可愛い。あ、名前ね。言いやすい。おいしい、うん。今日どうする？チャミスルみたいなやつね。それではゲストを今日も紹介したいと思います。シュラクさん、どうも。どうも、チャミスルです。チャミスルじゃないよね。チャミスル、シュラク、チャミスルじゃないよね。さっき飲んでたのはチャミスルじゃないよね。何飲んでたの？はい、じゃあちょっと軽く自己紹介をお願いします。自己紹介と言いましてもあれですけど、特に何もないですけど。なんでやってるの？駆け出ししてるじゃん。あ、駆け出しのその YouTube をやってるんですけど、もともとゲーム実況1年ぐらいやってて、まあ、ゲーム実況業界なかなか厳しかったので、ちょっと方向転換を最近しまして、今はアウトドアな料理とか、まあ、そういったね、まあ、これからやっていきたいことはいろいろあるんですけど、昆虫採集とか、まあ、そういうなんか昆虫料理だって。昆虫料理は僕ちょっとあのアレルギーがあるので。あれ、過去に痛い目を見たんだよね。そうなんですよ。どうだろう、虫の逆襲を。ちゃんと薬飲んでから食べれば大丈夫。何食べたの？鏡、 YouTuber の鏡。そう、その時は4種類のバッタを、バッタとコオロギ食べて、もうなんかちょっと喉イガイガするなって最初食べながら思ってたんですけど、気がついたらもう全身パンパンに腫れ上がっちゃって、息できなくなっちゃって。あ、いいですね、駆け出しっぽいエピソードですね。駆け出しの人もあんまそうはならないですけどね。え、それも YouTube に残したの？いや、それはもう消しちゃいました。でも最初は出したんですよ。でも、その後にゲーム実況一本に絞ろうと思って、ゲーム実況以外の動画ほぼ全部消しちゃって、そうなんです。あの、非表示にしてるってこと？いや、もう全部削除しちゃった。削除しちゃった。見たかった。幻の動画になったんだ ね。そうです、まあ、これ、それ以上にね、面白い動画を、まあ、まあまあ、でももう一回同じの撮ればいいだけだ。いや、同じ。もうちょっとバージョンアップしたやつを撮りたいですね、できれば。あ、じゃあ、なんかおすすめの YouTube チャンネルベスト3を今急だな、急に今言いましたけど、はい、何があります？ですね、ヒカキン TV と、まあ、ヒカキン TV も見ます。なん、まあ、別に昨日も見ましたし、ヒカキン。やっぱり一番参考にはなるんですよ、映像が。やっぱり編集とか、すごいさすがに洗練されてるなっていうところはあるんですけど、まあ、でも僕アウトドア系が好きなので、まあ、そうですね、第3位を、発表します。出てて竹本明さん出てるな、これ言う、分かるかな。竹本明さん大丈夫、分かる分かる、みんな分かる分かる。竹本明さんっていう、その、
夜食ハンターっていう風にねおっしゃってて、面白い夜食ハンター、はい、最近っていうか一昨日かそれぐらいに、うんうん、あのアベプラにもあのひろゆきと一緒に出てたんですけど、お超メジャーだね。そうです、うんうん、でなんかまあ その昆虫だったりとか未利用魚を、うん、あの魚ね食べない外来種とかを捕まえて食べようっていう風に、ほうほういいね外来種いいね、まあ、やってる人たちですね、うんうん、人たちって言えば人ですね、はい、あじゃあなんかゲテモノ系なのゲテモノっていう風に言うと多分怒られるので、うんうんうん、まあ多分こっちから見たらゲテモノだなって思ってしまう側面もあるんですけど、まあ、彼本人としては美味しいものを、うんうん、あくまで美味しく食べたいっていうところがモットーとしてあるらしいですよ。じゃあ普段食べる機会のないものを美味しく食べるっていうこと、まあ、そうですね。だから、うんうん、まあまあもちろん外来種とかって、うんうんうん、そのひよこも喋ってずっとなんかわちゃ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 映像のひよこ映りを気にしてるけどさまあでも聞いてたよ。竹本明さんは、はい、化け物ハンターって言われると怒られるからゲテモノって言っていいって言っててご飯をむしゃむしゃ食べてて、聞いてないな多分あんまり聞いてなかったな聞いてたよ。ひよこフィルターを通すとこうなるっていうことですね。単語だけ ね、ちょっとでも気になるね。この話聞いただけでちょっと気になるもんね。いやでも面白いです し、うん、面白いですし、うんうんうん、まあそういう動画今後ねやっていこうと思っていて、うん、もちろんそれはあの、うんうん、赤嶺シェフにも、うんうん、あの今後参加してもらう、うん、調理する係、もちろんもちろんことで、はいはい、覚悟しておいてください。覚悟、はい、で次は第2位はですね、うん、平坂博さんっていう、平坂博、うん、これもまたフルネームでチャンネル持ってる。そうですね、うんうん、この人もでもまた同じような感じですね、うんまあ、この人の方が歴史は深くて、うんうんうん、YouTube の前から、うんうん、なんだっけな、なんかまあブログでそういうなんか例えばあの川に行ってワニガメとか、うん、ガメミシシッピアカミミガメとか捕まえて食べるとか、アリゲーターガーを捕まえて食べるとか命がけ、命がけっていうわけじゃないですけど、まあ、でも命がけなこともしてます、ね、うんうん、アマゾンに行って電気ウナギに感電してみたとかいうことをやってたりだとか、あとはあの最近 YouTube でよく上げてるのは、うんうん、あのか挟まれて一番痛いクワガタは何かランキング形式で全部挟まれるとか、あの毒虫に刺されてみてどうなるかとか、気になる気になる、毒キノコ食べてどうなるかとか、気になる十分命がけですよ、ね、そうですね、まあ、一応だ多分それは死なないっていうエビデンスのもとやってるとは思うんですけど、もちろん、はい、無謀なことはしてはいないと。そうですね、まあ、だがでも、まあね、真似はしないでくださいねとは言ってますけど、おすすめはできないね。あ、じゃあ YouTube やる前ってことはもう、うん、相当じゃ今長いこと10年ぐらいやってんじゃないですか。本とかもいっぱい出してるし、はい、すごいかっこいいです。声がねまずね、うんうん、すごいかっこいいです。重低音で、今の主楽よりもさらに重低音ってこと。そうですね僕はだから多分インスパイア受けてる可能性ありますよじゃあ俺もインスパイア受けちゃおうとじゃあひよこもインスパイアされよう今日は重低音で音を続けします。楽しそうだからでも結構声低い男の人の声を聞いてるとなんか癒されるんですよ僕。そうなの、楽しい俺楽しい顔か無理。第1位を選ぶのマジでむずいっすね、ちょっと一回スマホ見ていいですか。いいよ登録チャンネル。いいよ。じゃあひよこの YouTuber はあれが好き、直木マン見てる。どんなの。なんか都市伝説とか宇宙人とか、うん、あ、メガネつけてる人ね。そう、顎の人、うん、顎の人、メガネと顎と帽子の人なんだけど、うんうん、カメラ目線の人ね。なんかうん、はい、こんにちは。あ、それもあれじゃん、重低音じゃん。そう、低いよ、低いよ、うんうん、ねえねえねえ、シュラク、はいはい、おすすめなんだよ、直木マン知ってる。だからなんか低い声はもう最高ですね。でもわかんないですけど、あれだよ、雑誌で言うムーみたいな、そう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 、そういう超常現象とか、そういうのを特集してるチャンネルだね。やっぱなんかそういうオカルト系って一定の人気がありますよね、うんうん、楽しいよね、うん、でもシェフもそういうの好きなんじゃないですか、割とシェフ全然トウモロコシは宇宙から来たとか説をこの間言ってたじゃないですか、うんうん、言ってた、うん、来たらしいよトウモロコシ宇宙から。面白いですよね、それを本気で信じるか信じないかにしても、うんうん、やっぱそういう信じてる人いるんだなっていう、ちょっと面白さがあったりとか信じて
ってるよひよこは。だってなんか本当っぽく喋るんだもん、本当だと思っちゃうじゃん。まあでも本当の方がね夢がありますけどね、うん、聞いた話によるとトウモロコシは宇宙人こうあの地層とかこの、うん、なんだろう調べていくと、うん、この過去のことを調べていくと、うん、ある時代から急に現れたらしい、ね、やーってそうそうこの、 あの進化の流れがなくて急にポンって現れたらしい、だからこう種がどっか宇宙からこう、うん、隕石かなんかについてきてそれで広まったんじゃないかって言われてる、ほらやっぱ宇宙人だって言われてる。そうですね、でも結構でもお二人も宇宙人、うんなんじゃないかなって僕は思ってますけど。いや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 。でも二人から見たらそんなシュラクも宇宙人だから異世界交流だよここは。確かに。そうだ。だから星が違うだけですからね。そうそう星が違う。1位の発表。1位はですね。はい。太田上田です。太田上田。太田上田っていう名古屋の名古屋名古屋の。まあそのもともと発祥のローカル番組だったんですけど、今はもう結構全国で周知されてて、テレビ番組ってこと、テレビ番組もともとはテレビ番組なんですけど、それがまあもちろんそのあのなんていうんですか、動画配信サービス、例えばちょっと何で配信されてるかちょっと分かんないです、 Hulu とか多分そっち系とか、あと YouTube とかでも見れるようになってて、あとはまあその全国各地のその何ですかローカル番組が その、まあ、太田上田を買って放送してるっていう、まあ、番組なんですけど、まあ、これはクリームシチューの上田と爆笑問題の太田が2人でやってるんです。で僕結構本当に爆笑問題の上田さんめっちゃ好きなんですよ。なんか破滅的じゃないですか。そうだね、ちょっと通ずるものがあって僕の中にも、やっぱりなんかその自己犠牲で笑いを取りたいっていう精神がすごい共鳴するから、なんかいいかっこいいな、こういう男になりたいなっていうのとか、あとはまあ上田さんも、クリームシチューも、あのリチャードホールってわかります、昔やってリチャードホールわかります番組名でね、そう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 、昔やって出た、まあ、本当に何年前ですか、17、18年前とかぐらいにやってたお笑い番組、結構本当に破天荒な番組だったんですけど、まあ、そこら辺からもずっと好きで、まあ、まあすごい面白いなと思います。2人の掛け合いがいいんですよ。なんか印象に残ってる回とか、なんかこの全部そうです、それね考えてくれよかったんですけどね。いやいや、パッと出てくるのが一番今のこの状況で思いつくやつだよね。なんだろう、でも全部面白いんですよ、もちろん、もちろんもちろん、なんかちょっとグダグダしてた方が面白いんですよ、正直。なんかその素が出るった方が、やっぱテレビとかだと編集とかされちゃって、そのいいとこしか放送されないじゃないですか。そこがやっぱりその、あの YouTube とか、まあ、そのローカル番組ならではの、その全部ほぼカットなしでみたいなところが良くて、まあ僕が好きなやっぱエピソード、まあ回っていうか、まあその好きなエピソードとしてはの一つとしては、あの太田さんが結構あの共済家っていうことで有名だと思うんですけど、その奥さんに結構虐げられているっていうエピソードは聞いてて、なんかすごい僕男なんですけど母性本能をくすぐられますね。なるほどね、っていうのあるかな。上田さん、クリームシチューの上田さんのお兄さんに前会ったよ、去年だよね、去年かな、沖縄県の北部の方にある八ヶ地島にあるガーデンっていう、まあ、キャンプ場みたいなアウトドア施設があって、そこにたまたまこう遊びに来てて、それでおしゃべりして写真撮って、インスタグラムだっけ、ひよこのインスタグラムだったかな、焼き鳥バンドかな、まあ、アップして、そうそうありますので、彼も熊本では結構なタレントなんですよね。そう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 、で僕一応出身熊本なんで、10歳まで熊本で育ってるんですよ。そうなんだ。上田兄、上田兄ということで、そうそう、だ向こうで上田って言ったら向こう、あの上田兄の方が有名っていうか、あ、そうなんだ。まさか弟なわけないだろうってみんな思ってるでしょ。まさか言えばマジか、上田来てるよっつって、まさか弟来るわけないじゃんっていう。なるほど。でもなんかそっくりだったよね、喋り方とかも、なんかそっくりだった。でもやっぱなんかそのなんていうんですかね、その
上田兄ももちろん好きですし、うん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 、その上田晋也さんも好きなんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかその芸能界にすごいやっぱりすられてきてるなっていう、この洗練されてるじゃないですか。だからなんかその上田兄のちょっとだけやっぱわずかに残る素人感がいいですよね、うん、そうなんだねいろんな目線があるな、楽しい。いいよねひよこチャンネルはないの？ひよこチャンネルはね、どんなことするの？ TikTok に上げてるひよこチャレンジっていうので、なんかやってる。お、TikTok でひよこで検索しても探せないよね、きっとね、うん、そうだね、ひよこチャレンジっていう名前に変えとく。あ、ひよこチャレンジ、うんうん、ひよこチャレンジだね。子供チャレンジです。ひよこチャレンジパクったな。でもそれいい感じの音楽だから真似しよう。著作権のひよこチャレンジ。いやでも、うん、ひよこチャレンジのチャンネルに僕も出演させてください。コラボコラボ。じゃあ一緒にでんぐり返しのな。あーやったやった。いやそれはもうちょっとお互いにやりましょう、うん、それぞれチャンネルで。いよいよ。あ、じゃあちょっと足つぼ買ってこようね。あの足つぼシート買ってこうね。なんで でんぐり返し対決するんでしょ？しないよ、そんなに。それあ、でも僕がよく行く公園があるんですけど、うん、そこになんか多分、うん、あのご老体の方が、うん、なんかご老体の方専用のなんかその遊具コーナーみたいなのがあるんですよ。びっくりした。そこにあの足つぼのなんかコーナーあるんですけど、ね、本当にわ なんだろう、これ渡れる人いるんかなっていうぐらい、うんうん、結構本当にあの地獄ってこういうことなんだろうなっていうぐらいのあのレベルの足つぼありますよ、ね、うん、そこで撮影してもいいかもしれないですね。ね、でんぐり返し地獄です。本当地獄です、ね、あれは。歩いた歩きましたけど、あのもうリアクションとかできないですよ、逆に。え、もう痛すぎて、うんうん、悶絶しているんだ。悶絶すらできない。なあ、あれって結局なんだろう、結局って体重が重いほどやっぱりこの刺激が来るんじゃない？え、あるかもしれない。軽い人はやっぱりそんなに来ないんじゃない？まあそうですね、あと健康状態とか、うん、自分の体重がかかるわけでしょ、その足の裏に。いや、わかんないですよ。この3人で言ったら一番ミドニーさんがしんどいかもしれない、もしかしたら。それはどういう意味だ？いやだからそれはあの足つぼ弱いってだけですよ、単純に。一番重いって言ってるわけじゃないですおい、そんなこと言うわけないじゃないですか、レディーに対して。おい、違います、わかんないです。だからその説を検証しましょうよ。体重重い人が一番本当に痛がるの。痛さに弱い、だから僕はほら、あの痛さに割と強いタイプなので、強そうだな、強そうじゃないですか、なんかいろいろ落書きもあるし、だそこら辺をちょっと検証したいなとかね、うん、やってみたいね。そういうな、検証動画楽しいよね。何秒で渡りきるかとか、対決的 な。いや、これ逆に、うん、何秒耐えられるかの方が良くないですか？耐えれるか、うん、だってそんな一瞬で渡っちゃったらね、苦痛は少ないわけですから、はい、もちろん。なんかこうコップにいっぱい水入れてこぼさずに渡れるかとか。何ですか、そのイニシャル D の藤原匠が文太にさせられて、コーヒーを持ってこう、かわいそうだ。水こぼさず、かコーナーをドリフトしろみたいな。ドリフトなのその、イニシャル D ね、イニシャル D の、ね、そう、自分が面白いなと思う YouTube チャンネル思い出したので、じゃあ教えてください。紹介しましょう、はい、ね、ちょっと世界一周してきたみたいな、行ってみたみたいな。あ、そっち系もいいっすね。そうそう、本当に現地に行って、これでもね、コロナ前にだいぶやってて、コロナで行けなくなって、うんうんうん、そうそう、前のやつの動画なんだけど、今残ってるの、うんうん、今はでもね、日本を回ってるのかな、うんうん、そう、会いたい会いたい。そう、なんかこう本当に身一つでこう全国、世界各国行って動画を撮って、このリアルな、はい、その世界のチャンネル名を教えてくださいよ。ちょっと世界一周行ってみたみたいな。そうなんですか、それが本当に、世界一周とかで検索したら多分すぐ探せるんじゃないかな、うんうんうん、めちゃくちゃ面白いんで。なるほど。国ごとにこの動画を1本ずつ撮ってて、うんうん、あ、そっち系もいいよな。今回はインドネシアに行きましたみたいな感じで、ちょっとこのちょっとした知識、国の知識も言いつつ、このリアルなこの映像を撮りながら、うんうん、食べ物とか人とか景色とかをアップしてる。めちゃくちゃいいよこれ。それでもマジでわかります、うんうんうん、見ちゃうもんね。でその国に行きたくなるのよ、見てたら。かる、行きてーってなる。あ、でもちょっと本当にそれで言ったら、僕もちょっと
あるんですよ。ジョーブログってわかります？ジョーブログ名前はなんか聞いたことあるよ。ジョーブログって結構炎上したりして、まあ、もともと有名になった、うん、まあ、その海外に行って、うん、結構なんかそのスラム街とかを見に行ったりとかはなんかちょっとなんかまあいろんなことするんですよ。ちょっともうこの今ここの放送で言えないようなこととかもしたりするぐらい、うん、炎上するようなことね。結構、まあ、激しいことを結構したりとかしてて、で海外 の, そのリアルなその綺麗なところだけじゃなくて北朝鮮行ってみたとか動画も上げてるんですよ、うんうんうん、とかも面白いなとか、あともう一個思うのは、うんうん、今日やばいやつに会ったっていうチャンネルがあるんですけど、これね、今日やばいやつに会ったっていうチャンネルがそういうタイトルの付け方そうですね、確かに、うんうん、今日やばいやつに会ったっていうチャンネルは、うん、あのインドに住んでる日本人の動画なんですけど、インドのその屋台料理みたいなのをその作るところから全部こういくらで、で味どうでみたいなとか、なんか虫入ってるとか、なんかわけわかんない調味入ってるとか、そういうのも含めなんかすごいリアルなところをこう見せてくれて、でなんか決してインドをディスったりしないんですよ。だからなんかすごくいいんですよね。なんか延々と見てられるというかインドね、ちょっと行ってみたいよね。行ってみたいですか？行ってみたい、行ってみたい。だって実際に見ないと分かんないと思う。確か、あ、じゃあ一番行きたい国ちょっと発表してください。一番行きたい国、うん、一番行きたい国は、うん、やっぱ今の流れでインドかな。インドかな。あ、でもドバイ行ってみたい。あ、ドバイ、なんで？ドバイ、なんですか？ドバイはすごいなんかお金持ちが集まるところでしょ、ドバイ。だからまあ その行くってことはもうその時にシェフがもうお金持ちになってる前提で話してますもんね、うん、いやーそうでもないよ。だどういうとこか見てみたいっていう興味。ああ、うんうん、ね、20歳過ぎぐらいの時に一回中国に遊びに行ったことがあって1ヶ月ぐらい行ったのかな、うんうんうん、当時は今と物価が違ってて、うん、日本円で1万円持っていくとだいたい 7,8 倍ぐらいの価値なの、7,8 万円ぐらいだから、うん、10万円貯めて、うん、当時友達と一緒に10万円貯めて持ってったら1ヶ月で 7,80 万ぐらいの価値になるわけ、はいはいはい、そうそう、それでなんか美味しいご飯とか行ったりなんかやって楽しんできて、でやっぱり実際に行ってみないとわからない、うん、気づかないこととか、うん、日本でこういうイメージだけど実際に行ったらまあ違うなとか、あと逆に日本のことがよくわかる。うん、日本から出ると、あ、日本ってこういう国なんだっていうのが分かる。日本でよかったっていう、うん、いいところも悪いところもね、はいはいはい、うん、分かる。なるほど。タイ行きたい。タイ、タイ、あ、行きたいね。タイ料理、うんうんうん、トムヤムクン、インドカレー、インドカレー、インドカレー、インドね、うんうん、でも結構一般的に僕らが食べてる、うん、インドカレーと言われてるものは、うん、ネパールカレーなんですよ、うん、らしいですな、うん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 、ネパールも行ってみたいね。じゃあね、いいですね。でもなんかすごくやっぱりちょっと、うんうん、なんていうんですか、貧困の差が結構激しい。子供のやっぱなんかそのホームレスチルドレンみたいな人も多いからちょっとやっぱこ、うんうんうん、心痛むんだろうなっていう。うわーってなるんだろうね。でも行ってみないと本当に分かんないぞ。日本に来てる情報とまた違うぞ。まあまあまあそうですよね。だから結構やっぱ宗教の問題とかもあったりだとか、あとやっぱなんかその日本のこの感覚が通用しないですか、男尊女卑とかも結構あるのかなとか、ちょっとやっぱなんかそういうのもあって。なるほど、いいね、すごい気になるね。インドカレー食べたい、食べたい、食べたい。北インドカレーと南インドカレーで全然違う。あ、違うんですよね。両方好き。北の方、両方食べたことあるんですか？両方、まあ現地ではないけどね、沖縄でそういうのを探して。なるほどなるほどなるほど。北の方は結構ドロッとしてる、トロトロしてる。で南の方はサラサラしてる、スープみたいな感じ。そうだ、僕も調べて知って見たことありました。そういえば作ろう、うん、作りましょう。食べたい。南インドカレーがね、沖縄で食べれるとこ少ないんだよね。だからちょっと見つけたら気になっていつも行っちゃう。あ、ここであるんだって。まあ、何の形も違ったりとかなんかいろいろありますからね。そう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 、いろいろあるんですよね、うん、で現地の人はナンはほとんど食べないらしい。高級品らしくて
はいはいはい、パパズルだよね。そうなんかもっと家では作らないって言いますもんね。外食だから日本人でいうところ寿司みたいな感覚なんじゃないですか。家で寿司そんなに握んないけど、うん、みたいな、日本人寿司食ってんだろ毎日みたいな、うん、海外の人からしてみたら思うかもしれないです。ノー寿司、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 ノーライフ、ノーライフ、はい、って言ってるけど食べれないからな。ちなみに僕はフィリピンですね。フィリピン、なんで可愛い人いっぱい。いや、フィリピンに英語留学行きたいなーって、うん、楽しそうずっと思ってます。美人多いってよ。美人、僕はでもどちらかというと美人じゃない方が好きなんで、うんうん、はい、おそこら辺はやっぱりそうかそうか、美人じゃなくて大丈夫です。それはなんかいつかあなたが好きですって言って、私美人じゃないってことになるよ。そうだよそうだよ。この YouTube 見せてどういうことよって平手されるぞ。おい、でも今のところ大丈夫です。大丈夫、ああじゃあよかった。今のところ別に誰にも好きとは言ってないです。ああでもまあまあそうっすね。でも、うん、あまあでも、うん、なんだ、そうだ、まあまあちょっと何でもないです。何でもないです。この恋愛観とかを語りだしたら長くなっちゃうなと思って。じゃあ分かった分かった、はい、羊っぽい人と、うん、じゃあカラスっぽい人。え、それは羊っぽい人じゃないですか。なんかカラスってなんか、うん、貴重品盗んできそうだし、うん、頭いいよ、良さそうだけどね。そうそう、うん、仕事できそう。そうそうそう、黒かっこいいね、黒。え、ちなみにどっちなんですか。ひよこはひよこだよ。なんでその二択の意味ありますそれ。え、なんかほらね、答えやすいようにしてあげた。だからカラスのひよこってことにしてください。カラスのひよこも好き。だから要は今、うん、ひよこ的には、うんうん、羊っぽい人とカラスっぽい人どっちが好きって聞かれて、うんうん、そこで別にいや猫っぽい人がいいなって言ってもよかったってことでしょ。何でもよかったって。なんでそのルール先に教えといてくれよ。真面目に答えちゃった。じゃあシェフはどっちなんですか。俺か、人間っぽい人だな。そうなの。これ真面目に答えたもん負けなのか。人間外しちゃダメなんだ。俺この後の質問真面目に答えないぞ。じゃあですね、今まで志らくがどんな動画を撮ってたのかとか、どんなのが好きだったのかって話をしてましたけど、じゃあ今現在、はい、今現在どんな動画を興味があってやっているのかっていう話をちょっとしましょうかね。あ、でも、うん、やっぱり僕その YouTube を見るときに、うん、まあ、お酒を片手に飯テロ動画見るのめっちゃ好きなんで、やっぱなんかそこに通ずることをやっていきたいなとはいうふうには思ってますね。やっぱなんか美味しそうなものないし、うん、やっぱなんか見ててお酒が進みそうな動画、うん、何ですか。食べ物じゃなくてもいいですよ、うんうんうん、食べ物じゃなかったら何。でも別に何でもいいですか。酒の魚になる動画っていうイメージ。なるほどね。じゃあ、うん、動画の最初の方で、うん、まずこうコップにこの飲み物をついで、うん、画面向こうに乾杯って言えるやつから始まるとか、まあ、だからそういうコンセプトにしてもいいかもしれないですね、はい、あいいね。じゃあ今日は乾杯って言って、こうストレスゼロ、ストレスゼロをみんなで飲んだ後に、じゃあこの後はドライブ行きたいと思います。ストレスゼロをみんなで飲んだ後にドライブ代行で、行きも帰りも代行で。タクシーがいいよそれ。飲酒運転してみたっていう。わー、即通報のやつじゃん。炎上のやつね。炎上はしたくないですね。別にしてもいいんですけど、うん、そこを狙っていく人たちもいるじゃないですか、うん、今炎上系 YouTuber みたいな、うんうんうん、そこはまあ最終手段かなとは思ってます。助走してみたわ。助走してみたわ。でも需要あるのかな。でもほら、浦さんっていう人もいるじゃん、うんうん、え、浦さんも赤峰ですシェフも、はい、うん、まあ、みんなに助走してみてってことです。でもそれはでも、うん、まあ、別に最終的には何やってもいいと思うんですけど、うん、まあ、その僕らが例えば一緒に YouTube やるとして、うん、やっていくとして、うん、まずそれぞれがそのじゃあある程度のファンを獲得していかない時点で、うん、あんまそういうことやってもどこにも求められてないのかなっていうのはあって。なるほどな。はい、まずだからちゃんと一定の需要がある上で好きなことを やろうかなっていう思ってますね、うんうんうん、最近海行ったよね。そうです、海昨日ですね。飛び込んだ。泳いだ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 泳げるの。
なんか初めてこんな天然の海でそこ貝を取ろうとして、なんかね岩と岩の間にシャコ貝が結構いっぱいいる海で、はい、それダメですよ言ったら、うん、そうなの、シャコ貝ダメなの、漁業権引っかかっちゃう、あ、そうなんだ、あ、でも取れなかったじゃん、取れなかったです、で、あと取ったっていう話になっちゃうとアウトなんだ、取れなかったっていう失敗で取ろうとしてる時点でちょっとグレーですけどね、シャコ貝はダメなんだね、ダメです、シャコ貝はしかも漁業権持ってる人でも、うん、取っていい季節あるって、絶対に取っちゃダメだ、釣りならいいんだ、まあ、シャコ貝釣るのはなかなか難しい、シャコ貝じゃなければいいんだ、あ、だからその品種がありますダメなやつが、なるほどね、はい、だから昨日僕が動画にした、うん、あの耳貝っていうのはあれは大丈夫なんで、うん、あれ耳貝食べれるのびっくりした、なるほど、でもアワビって耳貝科なんで、もう耳貝なんですよアワビも、言ってしまえば進化した、進化って、まあ、進化ではない、だから馬とシマウマみたいな感じですね、なるほどな、なるほどね、はい、そっか、種類によって取っちゃダメなのといいのあります。場所によってなのかなと思ってた俺、うん、あ、まあ、もちろん場所もあるんですけど、まあ、一応県とかその地域とか、まあ、基本的にシャコ貝は沖縄県も完全アウトです、はい、他になんかダメなのとかって知ってる、シャコ貝以外に、青い魚は、なんだかな、こういうのなんか調べていったら面白そうだね、あ、だからその青い魚も釣ったりする分には大丈夫なんですけど、水中銃使ったらダメとか、水中銃、あ、方法で変わるんだ、そうそうそう、森とか使っちゃダメとかありますよ、魚肉ソーセージでおびき寄せを、はい、だからまあそこら辺のガイドラインは動画上げていく上でちゃんと調べてやってからできないなと、ね、面白いね、はい、でもなんか不思議だね、釣るならいいけど刺しちゃダメとか、なんか、ね、かわいそうで、やっぱり密漁者がやっぱり一定数いるから、うん、っていう話よね、はい、面白いね、じゃあ分かった、うんうん、あれしよう、万国公園の海を掃除してみた、全部、うんうん、全部全部じゃないよ、無理、全部は無理でしょ、で最終的にあの塩招きいるじゃないですか、うん、塩招きをあの、うん、食べましょう、何それ魚、あのカニです、あのすごいこう片方のハサミだけを切ってこうやってやってるカニがいっぱいいるんですけど、うん、あそこ、うんうんうん、穴がいっぱい開いててね、そうですそうです、あれ塩マネキ、塩マネキをあの佐賀県の、あの珍味としてあるのが、うん、塩マネキをあの、うん、粉々に砕いて塩漬けするっていう、まあ、珍味があるんですけど、それが僕は結構好きなんでやってみたいですね、殻ごとってこと、甲羅ごと、殻ごとです、だから結構ジャリジャリはしますよもちろん、おにぎりとかにつけて食べないの、まあ、粉だけこう吸うのストローでじゃあのもう本当にちょっとあの酒盗とかあの、うん、そういうあの塩辛みたいな感覚で、うん、お酒を飲みながらチビチビ食べていくみたいな感じですね、粉じゃないよ食べるのは、粉じゃないです、ちゃんとぐっちゃぐちゃになってちょっと発酵食品みたいな感じですよね、多分ね、美味しいですよ、うん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 、まあ、好みはあると思いますかね、調べてみよう後で、はい、いろんななんか不思議な食べ物知ってるね、珍味好き珍味好き、あ、そうですね、うんうん、はい、あれヤシガニとかはダメかな、ですね、ヤシガニもなんかアウトかな、あ、捕まえるのはアウトですね、うんうん、なるほど、ね、でも公設市場で5,000円ぐらいで売ってるんで、あれはオッケーなやつなの、あれはだから漁業権持ってる人が捕まえてる、なるほどね、はい、はい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 、漁師さんとかだったら大丈夫ですよ、なるほど、俺の知り合いに漁師いるから、じゃあそっから、そうですねとかそれを一緒に行って撮影してとかで大丈夫です、 YouTuber の人でも結構やっぱさ漁師系 YouTuber っていうのが結構流行ってて、うん、そういう人たちはもうあの普通の人が取れないもの取れるから、そうだよね、はい、みんなでもずくは、もずくを取るってこと、あ、そうそうそう、南城市にねもずく取るポイントがあって、そうそうそう、知り合いがよく取りに行ってるらしい、それはやりましょう、うんうんうん、いいね、もずく取りしたい、楽しそう、うんうん、もずく取り、もずく取り、取り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 、あー、取りだけにね、はい、こけいいですね。なかなか幻 FM で出ないやつが出ました ね、楽しいね。なんか他になんか、え、山は山。山もいいと思います。だから山川。
やっぱり昆虫採集動画はやりたいなっていう、そういうふうには思ってますけど。カブトムシっていないの沖縄？いますよ一応、沖縄カブトっていう沖縄にしかいない品種いるんですけど、天然的なやつ、天然記念物ではないですけどすごい減少はしてますね。うーん、だ天然記念物も結構、天然記念物がレッドリストに乗って捕まえちゃいけないクワガタっていうのも結構いたりとかするので、なるほど、ヤンバルの方に行けば、だそれを撮影するだけは大丈夫ですけど持って帰っちゃダメ。はい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 、行こう、そうだひよこも野鳥観察したいから行こう、うんうん、野鳥ね、うん、野鳥を収める、うんうん、いいんじゃんいいんじゃんいいんじゃん、楽しそう、野鳥チャンネル、野鳥沖縄琉球野鳥チャンネルで、そこで捕まえたものを焼いて食べる、うんちゃんと下調べしてね、ヤンバル、あ、ヤンバル食いな、ヤンバル食いな、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に良くないこと言いそうなあ、でもね、あの聞いた話によると、はい、あの入り表山猫、これこれ言って大丈夫なやつか、いやいや、俺聞いた話だから別に俺がやってるわけでもないし、あの天然記念物に指定されるんだ、てるんだけど、はいはい、長い歴史を見ると指定される前の時代もあるわけじゃない、うんうん、もちろんもちろん昔からあるわけじゃないんだからね、うん、ある日突然誰かがこれ天然記念物ですって決めたから取っちゃダメになったんだけど、うん、それまでは普通にあの原住民の人たちは取ってた、原住民って現地の人たちは取って食べてたらしいよ、はいはい、うんうん、あ、結構やっぱなんかその人間の手によって、うん、その天然記念物になっちゃったものはいっぱいいますよね、うん、やっぱりね、うん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 、何でもかんでも食べてたんで昔は、そうそうそう、うん、っていう話でした、っていう話ですね、ひよい旅行行きたい、北部旅行行きたい、南部旅行行きたい、いいですね、僕もだから本当に一人で行こうかなって思ってるぐらい行きたいですマジで、行こう行こう行こう、ただやっぱりちょっとなんかハブとかの知識がないから噛まれちゃったらどうしようってところ、ね、ハブね、ま、巻巻けばいいんだ、巻、ちょっとあの長靴みたいな ゴムのちょっと膝ぐらいまでのやってれば多少安心じゃん、うん、そうですね、装備してからな、そうそうそう、それは絶対に必要らしいですね、うんうんうん、あと棒、棒でさささってやるの、棒があればほら離れててもなんかなんかできるじゃん、なるほど、歌えばいいんじゃんみんなで、ある日あ、でもなんかあのハブさんにコブラなんか笛でピルルルってなんかコブラを操る人いるじゃないですか、うんうん、リコーダー持ってってもらって呼ぶのでもネタバラシするとあれ音に反応してるんじゃなくて動きに反応してるからね、そうなんですか、そうそうそう、音関係ないのあれ、この動きに反応してるヘビが、そうなんだ、そうそうそう、なるほどなるほど、うんうん、じゃあ動きましょう、うん、いやいや、動いてどうするの、威嚇されてるから標的にされてるだけだから我々も威嚇してる、ああそうかそうか、うん、そうです、ハブ種作り、ハブは取っていいんだっけ、いいんだよね、確かね、そこでこあのそこでちゃんと摂取して連れて帰る分には大丈夫ですね、うんうん、ただあの生きた状態で連れて帰っちゃうともう逮捕されちゃいます、ね、じゃあ、ハブ種作ろうよ、あのハブを捕まえに行って、はい、そこで殺生して、うんうんうん、ハブ種作ろう、あそれは全然いいと思います、オリジナルハブ種、はい、いいんじゃん、結構でもなかなか難しいみたいですよ、やっぱ腐っちゃうというか、腐っちゃう、あれ泡盛なの中身、青森、いやアルコール度数めちゃくちゃ高い青森じゃないとダメですね、そうなの、うん、もう40度とかだったら腐っちゃうから、しかもプラスアルファでハーブとかもいろいろ添加してるんで、詳しいね、はい、超詳しい、ね、だからいろんな種作ろう、ハーブ種だけじゃなくていろんな種を作ろう、そうですね、貝、さっき言った貝種とか、でもだからうろうろ、そうだな、ちょっとだからそこら辺も、うんうんうん、あの酒造法に引っかからないかってちゃんと調べた方がいいかもしれない、酒造法もあるんだ、酒造法が結構厳しいんだ、でもほら梅酒とかみんな作るじゃん、まあ、そうですね、だからそれを調べてそれを作って、うんうんうん、そのシェアしたらダメとかなんかあるんですよ、販売自分での部分には OK だけどみたいな、確かなんかそこら辺が結構すごくシビアで、うんうんうん、その辺調べてできるところをやるっていうのがいいかな、はい、だってほら一杯飲みながら見る動画を目指してるわけだから、はあ、それはありだと思うよ、僕ワインがめちゃくちゃ好きなんで、じゃあワイン、本当はワイン作りたいです、本当は、でも絶対に作っちゃダメなんで、あダメなの、ワインって結構簡単に作れるんですよ、あのジュースでウェルチって売ってるじゃないですか、はあ、あれで作れるんですよ、うんうんうん、そうなんだ、そうなんですよ、ウェルチにワインのそのなんか菌みたいなのを菌っていうかなんかお金作る、なんかまあそういう
イーストみたいなやつを添加する、うん、添加して、うん、ある一定の温度で保存しとけば、うん、勝手にワインになるんで。でもそれは法的にやっちゃダメと。法的にダメっすね。税金を欲しいもんね。やっぱそうっすね。もうそうっすね。なので勉強してこのお酒を作る資格を取ればいいんだよ。まあそうですね。漁師になってそういう資格取って資格取ってすごいもうYouTuber やってる場合じゃないな。もうあでもそっちでちゃんとバズればそっちの方が儲かるからYouTuber の方が。確かに確かに。そうですね。真面目系 YouTuber。 この間ひろゆき、僕ひろゆき好きで、ひろゆきの生ライブ見てたら、1ヶ月1000万以上 YouTube の収益入ってるって言ってました。すごい、いいね、いいね、いいな。ひろゆきで1000万だったらヒカキンいくらなんだろうって、すごいね、はい、じゃあ、まあそこ、いろんな、そうか、でもまあ調べてからだな、いろんな種を作るのはな。ハブ種作りたいな。でもハブ種でも多分ね作っ大丈夫だと思います ね。結構動画上がってるんで、多分マムシ種とか。なるほど、はい、なるほど、はい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 、マムシ種ハイサイ探偵団でしたっけ、とかも確かやってた気がしますね。一番いいのは正直だから、そこお酒にしないでもうハブを食べる、焼いて、とかだったらもう何の心配もないですけど、酒税法には引っかからないと、はい、楽しいね。おうおうおう、なるほどなるほど、かば焼きにするか。そうなんですよ。だからハブとかもつけるにしてもやっぱやっぱ踏んだしとかしなきゃいけないじゃないですか。もうヘビの、僕ヘビ飼ってるんで、ヘビのその排泄物ってとんでもなく臭いんですよ。はい、それをちゃんと出したりするとか、ちゃんとやっぱなんか勉強してやんないと偉いもんが出来上がりそうなんで。なるほど、なるほど、大変だな。アフリカマイマイ種とかもいけるやだ、怖い。だこの間でもあれですね、あの世界で、触ってはいけないとか食べてはいけないと か、 なんか危険な動物ベスト10みたいな中にアフリカマイマイ入ってました。入ってた。寄生虫多いからみたいなやつだよね。なんでしょうね、菌が多いから。地面をずれずれ張ってるからやっぱ侵されるんだろう、菌にね。おそらくね。ぬめぬめしてるしな。でももともと食用として入ってきたはずだけどね。まあまあそうですね。そうなの。やっぱ自然にいるのとちゃんと養殖してるので違うんだろうね。環境がね。また、いや、火を通してしまえばってところもあるんでしょうけど。基本火通せばね。沖縄っぽいものを食べてみたいな。そうですね。やっぱなんかせっかくに沖縄にいれば。ハイビスカス。あ、ハイビスカス種。ハイビスカスティー僕めっちゃ好きなんで。あ、わかる、美味しいよね、酸っぱくて。ハイビスカス種。種。いいね。いいじゃないですか。ハイビスカス。デイゴ種とか。おお、デイゴ。デイゴってなんですか。木。あの、あれじゃない。沖縄の県議じゃなかった。チクチクのやつでしょ。デイゴの花が。ガジュマル種がいいか。ダメ、ガジュマル反対。ガジュマル反対。そう、美味しいのか。唐揚げにした方が美味しそうじゃない。ガジュマル唐揚げ。硬くて食べる。そう、美味しそうじゃない。天ぷら粉。ガジュマルの樹液を使って、なんかこのシロップを作るみたいな。ガジュマル。メイプルシロップみたいな。ガジュマルシロップみたいな。普通になんかちゃんと作れたら売れそうだな。楽しいな。楽しい。お菓子、お菓子、お菓子作って、お菓子。確かにお菓子だから、そのさっき好きな YouTuber 第3位で発表した、その竹本さんっていう方も、なんかの昆虫の幼虫を使ってケーキを作るみたいなのやってましたね。それをすりつぶしてケーキに練り込んで、で上にあのいちごの代わりにトッピングでこう幼虫を乗せる。美味しいって言ってましたよ。でも食虫系ね、怖い、めちゃくちゃ怖い。いちごがいいよ。いやでも一回騙されたと思ってその人の動画見てみてください。本当に竹本さんね、はい、キノコの竹ですね。キノコの舞茸の竹にあの本ブックの本で、なるほどね。キノコも気になるな。
キノコはでも一番危ないんじゃないですか。ちゃんと知識がないとね、なんかたまにさ芝生に生えてるやついるじゃん。いやね、ピローンって公園、朝の公園とかにね、そう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 、いるやつね、あれずっと気になってる、白いやつ、そうそう、気になってるですよ。じゃんけんで負け、じゃんけんで負け出しとかちょっと火通す、火火通してもダメですよ。でもね、おそらくね、朝の公園とかに生えてるんだったら、普通に危ないもんだったら、なんだろう、対処するし、なんかそういう勧告すると思うから、全然問題ないと思うよ。あれがもし危険なものだったら相当危険だからな。いやー、この放送を聞いて、あ、危険じゃないのかって食べた人がみんなあのお亡くなりになられる可能性あるから。めちゃくちゃ、そんなもんだったら普通にみんなもう情報回ってるはずだけどな。いやでも結構キノコは本当に危ないって聞きますけどね。マジか、まあまあね、まあ、ちゃんと調べて自己責任で、自己責任っていうか、まあ危険なことはしないよね。一般的にスーパーとかで出回ってるキノコ以外はかなり危険なものが多いっていうか、本当に触るだけで死んじゃうとかもあるらしいですから、そんなに、はい、火炎だけとかね、プシって出るやつ、プシって感じるか分かんないですけど、こう炎症が、炎症、はい、でそのまま死んじゃうらしいですから、怖いね。それってさ、例えば夜キャンプで疲れたなっつって地面で寝てるじゃん、はいはい、寝てるところにこう顔の横とかで朝生えてきて触れて死んだとか嫌だよね、まあ、後から来るみたいなまあでもそれぐらいの危険性は常にやっぱあると思いますよ。まあ、キノコに限らずハブに噛まれてるかもしれないし怖いね。三重苦、三重苦。ウミヘビとかどうなのかな。ウミヘビはでも食べると食べれるらしいですけど、もちろん公設市場とかでも売ってるじゃないですか、ね、燻製のやつね、はい、あれ食べ、どうやって食べるのか、粉々に、あれはぶつ切りにして、なんか汁物にして食べるらしいですよ、なんだっけ、イブラ、方言であるんだよ、ありますね、イラブ、そうそうそう、イラブ汁みたいな、あるみたいですね。ハブクラゲ種とかは、ハブクラゲはでも食べれるんですよ。え、食べれないことはない、ただその触手に触っちゃうとアウトなんで、そうそうそう、中身あの丸いところだけ、丸いところは一応食べれる。だからその僕のその見てる竹本さんは食べてました、竹本知識でだいたいこう、シダックの知識が出来上がってんだな、僕の知識の3割ぐらいは多分竹本さん。え、何で食べてたの、なんだっけな、煮込み、いや違います、多分茹でてなんかポン酢かなんかつけて食べたんじゃないですかね、泳ぎ食いじゃないの、泳ぎ食い、泳ぎ食いはやばいですね、それ死んじゃうやつじゃん。あれもだって死んでるハブクラゲの触手に触っただけでアウトですからね、俺刺されたからね、ハブクラゲ何よね、やられてたね、ずっと傷跡残るからね、あれは人では、人で、人では人ではダメかな、人では岩、あのサポニンっていう確か毒素が入ってて、サポニンだから、まあ、死にはしないんですけど、まあ、多分体調崩しますよ。詳しいね、すごい詳しい。あの人でナマコ系はサポニンが入ってる。ナマコもダメなんだ。あの、まあ、一般的に食べられてる青ナマコ、赤ナマコとか黒ナマコとか、あそこら辺は大丈夫なんですけど、まあ、基本的にはそこら辺にいるのはアウトという認識で、てかまあ基本的に取っちゃダメなんですけど、漁業権的にも。ああそうか、漁業権が出てきた、はい、了解です。なるほどね、怖いね、サポニン、覚えた、サポニン覚えたよ、覚えやすかった。じゃあ最後に、今後どのようなチャンネル、はい、なんだこれを達成したらもう俺は満足だみたいな、この目標とか夢みたいなあるの？やっぱりですね、それはでも収益化ですけどね、収益化したいなっていうのと、あとはやっぱり今あの浦さんとシェフとこう3人でチャンネルをまあ運営していこうっていう話でまあやってるじゃないですか、でまあこの間浦さんと話した結果、一旦ちょっと僕のチャンネルの方で、あのい、まあ、とりあえずまとめてやっちゃうんですけど、まあその僕のチャンネルの中でそのシェフ浦さんのその紹介
人気というか、うん、一定のその需要が出てきた時に、うん、まあ、その OJ チャンネルを別に1個作ってそっちもそっちでやっていきたいなっていうのもあるので、ね、いや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 、うんうんまあ、収益化か、まあ、収益化ですね。でも収益化しないと、うん、やっぱり そこまで何年も続けていくモチベーションがあるのか果たしてっていうところはあるんで、月いくらぐらいの収益、いやだからとりあえず収益化できればいいし、あの月に5000円でもいいし、はい、まずその YouTuber だって言えないじゃないですか、収益化してないと、まあ、そこですね。まず今の目標というか、登録者数と再生数と再生時間、再生時間と登録者数ですね、うん、で登録者数はまあ1000人 で、うん、で再生時間4000時間とか、多分再生時間はね、あの、うん、月4000時間とか、いやあれ月じゃ、トータルなん で多分それは全然あの、うんうん、そんなに難しいことじゃないとか、多分収益化になるポイントっていうか、そのどうなったら収益化になるのかっていう、はい、あ多分申請しないといけないですね。申請をするんだね、はい、でそれで動画 そのコンテンツとかをその YouTube 側がチェックして、うんうん、だからもうその著作権に引っかかるような動画ばっかり上げてると通んないですけど、うんうんうん、なるほどね、はい、審査が入るんだ、自動じゃないんだあれって、じゃないですね、なるほど、まあ、勉強になる、そっからやっぱちゃんと講座登録とかがいろいろある、はい、すると広告が入ってくるみたいな、収益化用の広告が入るみたいな、そうですね、今だから収益化してない人も広告入るようになっちゃってますけどね、すごいね、何でも入る、なるほど。いつ頃にを目指してこの申請を、あでもそうですね、まあ、来年末まで、だからどうだろう、でも今ちょっと結構そのシフトチェンジしたところなんで、ちょっとあんまりその展望が見えてないんですけど、まあちょっとまあ体も張りつつやってって、今年中に半分の500人、でまあ500人いったら多分すぐだと思うんですよ、1000人って、多分指数の関数的に、なので、まあ、500人っていう目標はちょっと大げさに言ってますけど、それぐらいの気持ちでやっていきたいなとは思いますね、はい、はい、で1000人いって来年にはそう申請出して、それが通った暁には収益化ということですね。ヒューヒューそう、それを目標、まあまあ焼き鳥バンドさんのがもちろん先だと思いますけど、いや先かとかはまあ分かんないけどいいですね、はい、焼き鳥バンドアカウントもじゃあちょっとそれをちょっと見据えてちょっとやっていきたいね。そうですね、ひよこチャレンジもうやろみんなでやろそうですね、誰かしらバズったら、その人たちにあやかってコラボして、コラボしてっていうことでメンバー増えましたっつって、いいんじゃんいいんじゃんそうだよね、それ作戦が一番いいよね、そうですね、効率的だな、いいねいいね、楽しいじゃないか、じゃあこの FM 那覇のチャンネルもみんな登録よろしくね、よろしくお願いします。本日のゲストは駆け出し、まだ収益化されてないから駆け出し、はいはいはい、駆け出し YouTuber 駆け出しまだ？分かった。チャミスルでした。チャミスル。ひよこユーチューバーシュラクでした。シュラクでした。はい。そして、焼き鳥バンドのシェフ赤峰。ひよこ？ひよこが入ってきた。焼き鳥バンドのシェフ赤峰でした。はい、じゃあどうやって検索、シュラクチャンネルで検索したらいいの？シュラクっていう風に検索したら出てくる場合もありますし、でも僕のチャンネル自体が弱小チャンネルなんで、出てこないこともあると思うんで、まあツイッターでシュラクって調べてそこから飛んでもらった方が間違いないと思いますね。ひらがなでシュラクです、はい、でやって検索して、で、はい、そのプロフィールなり投稿を見て、あこの人のことかなと思ったらそこから YouTube に飛べると、はい、よろしくお願いします、はい、で登録をポチッと押してコメントして、はい、でシェアして盛り上げていきましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。